大木の忠だは、東京都町田市出身の元プロ野球選手、宇と右みち。現役時代は千葉ロッテマリーンズに所属し、リリーフとして活躍。対談後は、社会人野球、日立製作所公式野球部に所属していた、パムズとマネジメント契約を結んでいる。現役時代のニックネームは、自身の背番号とリリーフとして無失点に抑える投球から、ミスターゼロ。 東京都町田市出身、4人兄弟の次男、大美林高等学校を経て、神奈川大学に、進学、2年上に、加藤大輔がいた。3年秋には、明治神宮大会で初戦から先発し、準決勝では、青学大の高市俊と投げ合って、関東、決勝でも救援投板したが降板後に、サヨナラ負けで準優勝。 4年時の2004年には大学選手権に出場して、初戦関東勝利し、2回戦で関東も、ナスの匠の前に敗戦。神奈川大学リーグで、通算50試合当番三33勝7敗、防御率0.87。最優秀選手3期連続、ベストナイン4回、2年春、フレッシュマン賞、3年春、ベストプレイヤー賞、3年春のリーグ戦で、 ノーヒットノーラン達成。大学卒業後の2005年、日立製作所に入社。1年目からエースとして、チームを引っ張り、第76回都市対抗野球大会に出場を、果たした。社会人2年目の翌2006年、第77回都市対抗野球大会北関東二次予選では、小木野の所属する日立製作所は出場権をめぐって、住友金属 富士重工業を相手に予選だけでなく3度ものプレーオフを戦ったが、小木野はこれらの試合のほとんどに登板した。プロ入り後の週刊ベースボール誌のインタビューでは、野球人生の中でこの時が一番きつかったと語っている。結局この年は、自チームでの都市対抗野球出場は逃したものの、住友金属鹿島の補強選手として、本大会に出場、1回戦で、 先発投手を任され、後に東京ヤクルトスワローズ維持する、絹川厚史とバッテリーを組んだ。同年秋の大学生、社会人ドラフトで千葉ロッテマリーンズから4巡目、指名を受け、12月6日に仮契約し入団。背番号0は2006年シーズンまで社会人チームの先輩、諸角健二がつけていた。ロッテの投手が背番号0をつけるのは、吉田厚史以来。 これに伴い、2007年時点で、背番号0の投手は、佐藤博史、金剛博己に次いで3人目となった。2011ロッテ浦和球場2007年は6月24日の、ヤクルト戦で、中継ぎとして登板し2球を投げただけでプロ初勝利を、挙げる。ピンチにも全く動じない、強心臓で、チームの数々のピンチを救い、チームの2位通過に大きく貢献した。 最終的な成績は58試合に登板して1勝3敗、1セーブ、防御率2.21で、中継 S の矢部康彦に次ぐ21、ホールドポイントも記録した。2008年は前年退団した小林正秀に代わる新種五神に定着。前半戦はたびたび通打されサヨナラ負けを期したこともあったもののその後は安定した投球を見せ、 9月27日のソフトバンク戦で前年小林が記録した27セーブを上回り終わってみればトップのオリックス加藤大輔に3つ佐藤迫るリーグ3位の30セーブをマークし小林の穴を完全に埋めた2009年も開幕から抑えに指名され5月中旬まで自責例を続けていたが5月14日のソフトバンク戦で長谷川優也 タウエヒデノリの連続 HR で、さよなら負けを喫すると一気に調子を落とし、防御率5点台で6月には抑えを志向スキーに譲って中継ぎに回った。その後は、防御率を3点台に戻し、基本類打数が多かったものの、復調して、主に勝ち試合の8回を任され、3年連続50試合当番、10ホールド9セーブを記録した。2010年、 同性の小木の隆が入団したことにより、小木の正し表記となる。前年終盤に痛めた右肘が悪化し、右肘有利軟骨除去手術を受けるなど、怪我に見舞われたためプロ入り初の一軍登板なしに終わる。2011年も怪我の影響で2年連続での一軍登板なしに終わった。自身の誕生日でもある4月26日に結婚。 2012年6月17日に一軍登録され、6月28日の埼玉西部ライオンズ戦の9回表に2年8ヶ月ぶりの一軍マウンドに上り、一イニングを無失点に抑えた。2013年は2010年以来の開幕一軍となったが、6月18日に右肩関節教師がガングリオン切除手術を受けた。また、走り込みの際に左膝をひねり、 全十字人体を断裂。全治十ヶ月の怪我となった。2014年、リハビリを続け9月8日の二軍戦に復帰するも、10月5日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。2015年から、ロッテ入団前に所属していた日立製作所野球部へ、復帰。日立製作所の正社員として働きながら、2年間に、 渡って、選手生活を継続した。その一方で、NPB 球団でのプレー再開を希望していることから、2016年11月12日には、阪神甲子園球場で、開催の12球団合同トライアウトに参加。ロッテ時代のユニフォーム姿で登板すると、シートバッティング形式ながら、打者3人を相手に1奪三振1よし9という、結果を残した。 また、同年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より、学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、学生野球選手への指導が可能となった。2016年末に、現役引退して社業に就いた者の,の退職。自ら考案した指導理論である、スポーツセンシングを普及するため、 一般社団法人スポーツメディカルコンプライアンス協会にて理事として務めながら講演や指導者として活動している。抜群のコントロールを武器に強気なピッチングで相手を攻めるのが特徴。プロ1年目の2007年に17試合連続無失点を記録し、プロ2年目の2008年からはリリーフエースとしてクローザーに抜擢される。しかし、当番方により晩年は、 故障がちであり、プロ生活で通算5度の手術を経験している。ありがとうございます。